真庭市比那今石宏さんの田んぼです。2メートル50センチほどに伸びた葉をかき分けて進むと、そこで収穫作業が行われていました。収穫されているのはマコモダケと呼ばれるイネ科の植物、マコモの新芽です。ほのかに甘く若いタケノコのような歯触りで、今石さんによりますと、癖がないのでどんな食べ方でも美味しく食べられるそうですが、特に天ぷらやきんぴらがおすすめだそうです。実はこのマコモダケ、田んぼで栽培ができることから、休耕田を救う救世主として、三重県や長野県、香川県など、全国各地でも特産品化の動きがあります。岡山県内でも里庄町で特産品として売り出そうと取り組まれています。今石さんも地域の休耕田を何とかしたいという思いで、今年からマコモダケの生産を始めました。成功すれば、まあ、地域に進めたいとは思うんですけどな、まあ、今のところまだ認知度がないことで、なかなかみんなもどうして栽培したらいいんか、食べたらいいんかいうのが全然わからん人ばっかしなんで、まあ、これが調子をいけば広めたいなとは思いますよね。収穫したマコモダケは、直売所の醍醐の里ときらめきの里に出荷しています。地域の休耕田に広めていくためにも、まずはその味を知ってもらいたいと今石さんは話していました。